おめえも含めてこの島は最高だぜ。俺様が言うんだから間違いね、万年。いいからミニゲームをしろよ。皆さんこんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2023年4月17日月曜日の午後2時21分です。では本日のお知らせです。本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。アイラトーン住民一同でお客様を歓迎しましょうね。それでは本日も楽しい一日になりますように。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。めちゃくちゃ雨だな超雨降ってるな。あ、そういえばさ、こっちの方前にゲットしたさ、ディレクターズチェア、あれここじゃなかったな、こっちか。こっちにクーラーボックスとかね、干物とか置いとったんやけど、ここにちょっと釣りしとる風でねとりあえず設置しといた。で今日は久々にあのキャンプサイトにお客さんが来とるらしいけん、ちょっと見ていこうかなと。ただね、もう満員やけんね、うちの島。可愛くてもやってこれないんだけども。あ、大丈夫だ大丈夫だお前はこの島に住んでるやつだな。ちょっくらお邪魔してるぜ。見ての通り今キャンプしててよ。この島での生活を堪能中だ。短い間だがよろしくな、万年。万年、関西弁ですか。キャンプの準備を一人でするのは初めはなかなか苦労したもんだが、今は逆にそれが楽しくて仕方がね。こうやって人は一人前のキャンパーへと近づいていくのかね、万年。笑顔が怖いんですけど、めちゃくちゃ昨日見た夢の話なんだが、俺がこの島の住民として暮らしててよ、おめえとこうやってだべったりしてんだ。妙にリアルな夢だったが、おめえはこの夢どう思うよ、万年。いい夢だねおう、いい夢だったぜ。ああいう夢なら正夢になってくれても全然構わねえんだけどな、万年語尾以外が全く関西弁じゃないんですけど。大勢でワイワイキャンプするのも楽しみ方の一つだとは思うけどよ、こうやってどこかの島でテント張って自由気ままにソロキャンプする方が俺の性には合ってるんだよな、万年。関西人になりたい人って感じ。キャンプといやバーベキューだよな。うわ、なんか後頭部にめちゃくちゃでかい傷が。好きなもんを焼いて食うだけなのにキャンプで食べると一味違う。これもキャンプの醍醐味だよな、万年。こう、キャンプしたことないんすよ。ちょっとお邪魔するだけのつもりだったんだが、こうも居心地がいいと帰りたくねえな。島に住んでるやつらともわりかし気が合いそうだしよ。住むならこういう島がいいよな、万年。大したことない島だよおいおい、もっと自分の島に自信持てよ。おめえも含めてこの島は最高だぜ。俺様が言うんだから間違いね、万年。いいからミニゲームをしろよ物がもらいたくてさっきから話しかけてるんだよ。キャンプするとカレーばっかり作っちまうんだよな、万年。キャンプといえばカレーって感じ？いや、バーベキューかな？いや、わからんあ、でもキャンプといえば、カレーか。一応なんだ、あの小学校の時とかの野外活動、あれもあれキャンプ的な感じ？でテントとかには泊まってないけどさ俺がガキの頃もよくキャンプしたな。夜は焚き火が揺らめくのを眺めながら眠くなるまで歌なんか歌ったりしてさ。え、どういうとこに泊まっとったんやっけ、全く覚えてねえやキャンプファイヤーとかさ、無飯合水飯とかその辺は覚えとんやけど、泊まった場所は全然覚えてないな。家と違って不便に感じることもあるが、その不便さかキャンプでは案外楽しかったりするんだよな、万年。たまにならよね。お、来た来た。なあ、今から俺と一つゲームでもしてみねえか。もしおめえが勝ったら俺のサイクルジャージをくれてやるからさ。どうだ、万年。サイクルジャージ、やるやる。よっしゃ。そんじゃあまず始める前にルールを説明するぜ、万年。知ってるよおう、それなら話が早いな。そんじゃ早速カードを切ってと。よし、引いたぜ。このカードは赤と黒、どっちなのか当ててみな、万年。二択か、赤。さーて正解は、よし、おお、ハートだ。赤いから正解だな。最初に約束した通りサイクルジャージをやるよ。男に二言はね、持ってきな。
あざす。今回は負けちまったが楽しかったぜ。次こそ俺が勝つからな、万年。グレオっぽいファッションですね。ちょっと待って、一旦サイクルジャージ。サイクルジャージってあれか、上だけか。なるほどなるほど、こういうやつね。パンプスやけど履いとるの。パンプスやし、パーティーバッグ持っとんよね、今。合わねえ。とりあえずこんな感じで。笑顔がなんか、普段全く笑顔のない人が無理やり笑いよるみたいな、超怖いんですけど。どこの誰だか知らないやつへ。思いつくままに手を動かしてたら、これだから上出来の缶が出来上がっちまったぜ。作り方は至って簡単だから、この瓶にレシピを入れておいたぜ。ちなみに不器用でも大丈夫だ。匠の技を持つ大工より。大工って、どの動物だ？タヌキの置物。え、持ってる気がする。ですよね。うん、持ってたと思う。じゃ、待って。うぃ、びっくり。タヌキ商店に行こうっと。じゃ、最近またね、この島の中を飾りつけるのが若干楽しくなってきたけん。いらっしゃいませ、ませ、たぬき商店ようこそ、ようこそ。イースターはもうなくなってしまった。これは、え、これはこの中のやつだけってこと？あ、違う、展示台自体か。そちらの商品は横長の展示台でございます。お値段は4920ベルとなっておりますが、いかがでしょうか？いや、いいです。そうでございますか。ではまた何かございましたら、お声をかけてくださいませ。ませ。今日は、いいかな。ありがとうございました。ました。じゃあちょっとこのサイクルジャージに似合う格好を、組み合わせを買おう。どうも、いらっしゃい。手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。あ、その髪型いいな。かわいい。試着室を使いたいのね。どうぞ。ね、さっきの髪の毛かわいかったよね。これはリボンの色が違うってことか。リボン付きウィッグ。ね、でも、こういうでっかいリボンってさ、なんか赤のイメージがあるんよね。かわいい。か、ウィッグ使ったらさ、あれやん。あの、何？イメチェンでできん髪型ができるけんさ、かわいいよね。この格好には合わんねえけど。あ、でも、黄色もいいね。黄色かな？あー、でも赤もかわいい。いや、まあ、どっちも買えばいいんやけど。とりあえずじゃあ黄色にしよう。もうこれ、ウィッグと帽子を組み合わせて使えるようにしてほしいなって思うんやけど、めっちゃ。ね。待って、とりあえず一旦これ買って、元の格好にして、で、ちょっともう一回、ちょっと今の格好に合うものを選ばせてください。はい。とりあえず下、ズボン。これだけか。膝当てズボン。色的にはこっち。あー、でもこっちにもあるな。え？いや、でも色味的にはこれやね。いや、私的には。レインパンツ。あ、テッカテカ。レインパンツやけん。これかなぁ。あくまでこの中ではないんやけど、ツイードキャップかわいい。んで、あとは、レザーのスニーカー。目のガーゼ。やんちゃ。紺、白。あ、黄
これいいんじゃない？でもどうかな、黄色にしよう。はい、このまんまいきます。よしよし、とってもお似合いやわ。おうちにもともと身につけてたものはお家の収納に送っておくわね。あざす。あ、なるほど、こういう感じの格好にするんや。これかわいいね。まあ、あんな帽子絶対かぶらんけど。おおきに、またどうぞ。さっきからめっちゃうろうろしよるね、モニカ。アイナちゃん、話すの久々。なんか最近タイミング合わなくておしゃべりできなかったよね。微妙に寂しかったんだから。あは。なんか最近さ、めっちゃなんかこのスティック、なんやろね。コントローラーの調子が悪いんかな。めっちゃなんか勝手に歩くんよね。困る。あら、アイナさん。こうやってあなたと話すと、なんだかとっても久しぶりな気がするわ。最後に話したの、1ヶ月くらい前かしら。すれ違いもここまで来ると、偶然とは思えなくなってくるわ、だってば。そんな前じゃないでしょうよ。私に何かご用事かしら、だってば。なんかあげれるもんあったかな。あら、もらっちゃっていいの、だってば。まだ選んでないので、ちょっと。白レンガの壁、救急箱、ケイトのパンプス。花のキャンドル。これ多分あれやね、母からもらったやつやな。ウォールプランツ、母のキャンドルあげるよ。勝手に母の手作り品。まあこれは母のキャンドルじゃない。ありがとう、アイナさん。こういうのずっと欲しかったのよ。あ、マジで？どこに飾ったら映えるかしら。考えるだけでワクワクしてきちゃう、だってば。よかった、それは。本当はモニカの家とかにも似合いそうやなと思ってんやけどね。お、どうした？あのね、アイナくん、僕ちょっと君に相談したいことがあるんだ。少し前から考えたんだけど、そろそろこの島からお引っ越ししようと思ってるんだよね。あ、こういうさ、キャンプサイトに他の住民が来とる時にナイスなタイミングで、でも今回キャンプサイトに来とる相手がさ、別にそんな欲しいって子じゃないんで、いいよ、アンチョビこのままいて。それにアンチョビは別にね、そんなに出て行ってほしいっていう子でもないしね。まだまだ僕の知らない美味しいものが外の世界にはたくさんあると思うんだ。それを探しに行こうと思って。でし、行っちゃやだ。え、ダメなの？そっか、アイナくん、僕がいなくなっちゃうと寂しいんだ。分かったよ、君がそこまで言うなら僕を引っ越しするのやめるよ。アイナ島で君と一緒にもっともっと遊ぶぞ。でし、そうそう。いや、出ていくのは君じゃなくってさ、ほらほら、一徹なんだよな。ちょっと尋ねてみる。あれ、アイダホが来とるやん。アイナ、久しぶりだな。こうやって話すのはいつぶりだ。おめえの姿はたまに見かけて気もするが、意外と話さないもんだな。別に用がなくたっていつでも声かけてくれていいんだぜ。ってか、アイダホ遊びに来てたのかい。よう、お前も一徹の部屋に遊びに来たのか。心可愛い格好しとるなと思ったらあげたやつか。そういえばお話ししよう。この間一徹が出してくれたスポーツドリンク、すげえうまかったんだ。いや、別にスポーツドリンク目当てで遊びに来たわけじゃないぞ。の心。もう一回行ったらまたくれるかなみたいなこと。てか、あれか、友達が遊びに来てスポーツドリンク出すってなんかあんま聞かんくない。大抵なんか 100% ジュースとか。あとお茶とか。仲がいいんだな、あの二人は。なんかそんなに合いそうな感じしないんだけども。いや、ルーシー、なんだかお久しぶりですね。お元気でしたか。あ、ルーシーも合いそうやね、あの母のキャンドル。お話ししたいことがあったんですけど、何だったかしら。日にちが経っちゃったんで忘れちゃいましたよ。私なんかついさっき話そうと思ったことも忘れるよ。何かご用ですか。よう、おしゃべりしよう。最近私、文房具を集めるのがマイブームなんです。この前お部屋の片付けをしていたら素敵なノートが出てきたんですよ。早速使おうと思ったんですが、なんだかもったいなくって、結局また大事にしまっておきました。よう。いや、でもさ、あれなんよ、なんか小さい頃とか小学生の時とか、なんか雑誌の付録でついとったノートみたいな
なんか可愛くってさ、普通にコレクションして撮っとんやけど、ノートやけん使わんと意味ないんよね。でももったいなくない？ページにも可愛い絵が描いとんや。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、日常日常、あれ、あげたやつってちゃんと部屋に飾ってくれよるかな、みんな。飾ってくれたらいいんやけどね。なんかたらたら吸収されていくだけとかやったら悲しい。